人ぼっちの石切りロック、模擬コンペしてみました。まずは第1ゲート、斜面を登りながら右側に段差のある複合的な位置にマーカーがあります。手前のマーカーを前輪が通り抜けたら、右にステアリングを切り、段差を登るようにクリアします。同じく第1ゲートを別角度から、左のマーカーに前輪を寄せ、車体の前半をクリアさせ、そこから右にステアリングを切ります。右の後ろのタイヤが右のマーカーを踏まないように注意しつつ、プログレスです。第2ゲートは、この角度から見ると簡単に見えますね。基本的に2つのマーカーの真ん中を外さないようにクリアすれば良いのです。第2ゲートを別角度から、この角度だと車体右側にキャンバーがついているのがお分かりになるかと。段差もあるので難しいかと思いきや、意外と簡単にプログレスできちゃいました。下りながらクリアする第3ゲート、降りてからの右側のマーカーが厳しい位置にあるので、車体が右に横転しそうになっています。慎重に体勢を立て直し、なんとかプログレス。同じ第3ゲートの別角度ですが、2回目のチャレンジなのでコツをつかんでしまい、横転しそうになる前にアクセルを握り、簡単にプログレスです。第4ゲートは、登りながら左側の段差をクリアする意地悪なゲートです。最初のチャレンジでは、左の後輪がマーカーを踏みそうになったので、一度リバースして再度チャレンジ。最後は、やけくそ気味にアクセルを握って無理やりプログレスしました。同じく第4ゲートです。今度もアプローチに失敗して、あろうことかリバースするときにマーカーを踏んでしまいました。マーカーを戻す手がイライラしてますね。狩猟が足りないということです。2度目のチャレンジは、右側から大きく回り、うまくプログレス。できれば最初から、このラインを狙いたかったですね。いかがでしたか？今日は第1、第4ゲートを設定して練習しました。うまくいく時もありますが、ダメな時もあります。これを繰り返し練習すると、自分のマシンがどう動くかを把握できるようになります。そうすれば、ゲートをクリアするライン取りも、おのずと見えてくるようになります。皆さんもマーカーを置いて練習してみてはいかがでしょう？結構楽しいっすよ。